恐竜バトル参加します。どんな感じなんやろ、やってみたい。おお、来た来た。え、君もほい。ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、まあ、博士のところに行けばいいわけですね。悪野さん本当にどこに行っちゃったのかしら。知ってるよ私知ってるよ。もうすでにね、ここに来る前に会ってしまったので。ほらおるおったおった。移動してなかった。悪の博士を大発見。大発見とか言うほどじゃないけど、無事に見つけることができました。なんかあれやね、ハートマーク、体がちょっと気持ち悪いね人間みたいで。ふふーい。きっちり座ってから話しかけるしんちゃん。しんのすけ、お手柄。やっと見つけた悪野さん。ん、どうしたのじゃ。今日餌代の伝票を持っていくと言ったでしょ。ああ、いかん。忘れてた忘れてた。やっぱ大量にかかったんかな。もう本当に忘れっぽいんだから。注意注意。はい、牧草ロール7トン分の伝票よ。7トン。牧草ロール、ロールケーキ？オラも食べられる？そういうことじゃないよ。牧草ロールは牛などの餌なので、人間は多分食べられません。え、ここさ、牛もおったのに、牛たちの分のご飯が。減る。来週の火曜に配達だって。さて、ここで問題です。なになに？牧草7トンで恐竜の餌何日分？頭ちゃんは推定体重23トン。牛のおよそ38倍。牛の飼料が毎日30キロであることから推測すると、頭ちゃんは毎日およそ1トン食べる。7トン、つまり7000キロで1週間。しかも本当にボロ儲けやんね足りればハートマークが増えてるし、ハートマークはどれぐらい食べるんすか。しんのすけは博士を見つけたご褒美に、あ、チョコビじゃない、チョコビ、美味しいチョコビをもらいますやったね。牧草ロールじゃなくてよかったね。牧草ロールは食べられないからね。チョコビを手に入れた。スーパーで牧草が買えるんすねこういうところやけんかな。そういえば心の扉の中どうなってるのか気にならない？いや気になるけど、なんかめちゃくちゃ怖い感じせん、こういうところ時々この町の小さな子たちがたくさん集まってるみたいだよ。お、マジで？山田モットはスーパー娘終了。ね、いつも思うんやけどさ、唐突に終了やってくるんよね。うえ、お、なんかおるよ子供が。おって何？急激に開いたの。ん？マサオくん。こんにちは。僕はロボット。ロボット？しかも、マサヤやって名前。この子もここの子ってことか。おにぎりって言わないで。おにぎり自分から言うの。なんでロボットなの？僕はロボットが好きなんだ。あ、本当にロボットなわけじゃないんやね。だから僕もロボットなんだ。イコールではないと思うけど。どう見てもおにぎりだぞ。おにぎりって言わないで。自分から言うけん言われるんよ。僕らはここに集まって恐竜バトルで遊んでるんだ。何恐竜バトルって、君もやる？イエーイ。何それ断ってるの？ほら恐竜戦うのは嫌だぞ。戦わせるのは博士が作ってくれたバトル用ロボットだよ。博士子供たちにそんなもんまで使いよ、作りよんや。意外と優しいのでは。本物とは違うけどすごい迫力なんだ。博士って悪の博士？なんでそこで伸ばした？そう、僕はロボットが大好きだから悪の博士も大好きなんだ。実は子供たちには人気な博士なんじゃない？悪の博士。あの人は世界を救うヒーローだよ。なんで子供にロボットを作ってくれるの？もしかして後で高額の請求が。怖い、それやったら。ロボットをくれる理由は、博士も僕のことが大好きだからなんだ。そうなの？どうやら僕の頭の形が好きなんだって。おにぎりか。食べよったもんね。よくわからないけどね。あ、君の名前は？オラはしんのすけ。僕はマサヤ。よろしくね。もし恐竜バトルをやってみたかったら、真ん中の段ボール箱を調べてね。
みんな集まってくるよ。どこからともなく集まってくるの、その段ボール調べたら。怖ってか、これで、風間くんに似た子、ねねちゃんに似た子、で、まさおくんに似た子が出てきたけん、きっとぼうちゃんもおるね。ぼうちゃんは何っていう名前になるんやろ。恐竜バトル参加します。どんな感じなんやろ、やってみたい。おー、来た来た。え、君も？え、子供たちの中に入るの？ま、子供なのか、中学生。みんなどこかで会ったことがある人みたいですな。うん、思うよ、それは。そうなんだ。どんなお友達なの？こんな感じのとしか。俺たちみんなでカスカベをお守りしてるんだぞ。ただ、ねねちゃんはもっとね、明るい髪の色やけど。合言葉はカスカベ防衛隊ファイヤー。まさおくんそのまんまよね。風間くんももうちょっと青っぽい感じかな、髪の毛って。僕らも麻生の部屋を守ってるんだ。でもこのままっちゃこのままのような気もするし、よくわからん。じゃあ合言葉は、麻生防衛隊ファイヤー。おー、ファイヤー。仲良しだね。というわけで、麻生防衛隊のみんな、ここで戦わせているのは全て博士が作ったロボットなんだ。壊しちゃったら大変だわ。慎重に扱わなきゃ。お、対戦相手を選択。弱い。頭ちゃんとマサヤ、弱い。お、普通。そしてハートマークとララコ。普通。ほうほう。じゃ、まずは弱いからやっていこう。恐竜を選択。何？鼻息台風って。技の名前ってことかな？頭ちゃん対頭ちゃんや。で、ハートマークの技はフライングカッター。何？じゃんけんバトルなんこれ。じゃんけんでグー出したら110のダメージが与えられるってことかな。ま、でもどれ出しても、こっちの方が強そうやね。いや、ま、なんかヒットポイントは少ないけど。よし、行こう。え、カードを1枚も持っていません。カードはチョコビをあげるとゲット、あげるとじゃない。チョコビを開けるとゲットできるよ。ほうほうほう。なるほど。ちょっと待って、チョコビ開けよう。じゃあ、これにて解散。麻生防衛隊ファイヤー。解散された。ファイヤー。でもきっと調べたらまた集まってきてくれるに違いない。待って、しんちゃん、間違えた。何？僕でよければ恐竜バトルのことを教えてあげるよ。あ、じゃあ教えて教えて。じゃあ何が知りたいの？恐竜のこと。どの恐竜のことが知りたい？頭ちゃん。頭ちゃんは体力があるのに攻撃力が弱いんだ。不思議だよね。頭ちゃんを使うときはアイコルーレットで勝つことが大切だよ。僕でよければ。アイコルーレット？もう一回出せるってことか。あ、間違えた。全部見ようと思ったんや。うん、教えて。ルールのこと。何が知りたい？ゲージを貯めるにはスペシャル技のこと。カードのこと。恐竜カードを使って恐竜を強くすることができるんだ。バトルが始まる前にどれを使うか1枚だけ選んでね。恐竜カードはキリシマストアでチョコビを買うか、新聞社のキャップさんのお手伝いをすればもらえるよ。おー。大会って何？恐竜バトル大会は毎週1回ずつ行われる予定だよ。4人と戦って勝った人が優勝。大会の日なら何でも挑戦できるから、一度負けても諦めないことが大切だよ。お、それは強化とかもできるんかな。また今度。ねえ、チョコビ。こんな体勢になれたんや。こんな体勢になれたんや。いや、違う、そうじゃなくって。あ、できた、できた。チョコビ、チョコビ。はい、チョコビ。きっと今、ご飯前なんだろうけど。ねえ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 。カードできてないけど。ね、カード出てきてないけど。持ち物。チョコビ。ないやん、カード。どういうことよ。え、必ず出てくるわけではないということですか？そういうことなの？ってことは、霧島ストアで大量に買わんといかんわけやね。もう夕方。あ、お迎えに。どうやら白が迎えに来てくれたようです。待ってよ、霧島ストアでその前に。あっ、
お買い物をさせ、お買い物をさせてください。いただきます。カレーやカレー、美味しそう。いただきます。緑のお皿って珍しいね。まあでも今日もニュースに、ごちそうさまでした。新聞になりそうな記事はいっぱいできたんじゃないの？ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあその大会までにいろいろと強いカードを、あの2体以外にもおるってこと？なんだ、あーいいうーってなっとる。似てる親子ですな。夜は外に出ちゃダメよ。出たいときはママも行くから声をかけてね。声かけたぞ。あ、違うんだ。テレビの内容はどんどん進行していきよんかな。今日もヨヨカちゃんがメロドラマを見て泣いています。いつも通り。一体彼女の人生に足りないものは何でしょう？別に足りないから見ているわけではないと思うよ。共感して泣きよるかもしれんし。そこはわからんよね。なんてかわいそうな。ねえ、ララコって誰かに似てると思わない？有名人なんだ。タラコ？無視。無視。タラコっていうのは、タラコさんっておったよね。あの声優さんで。何の声出しよるって言ったっけ。なんか有名な人やった気がするけど忘れた。知ってるかい？この町には古くから鉄道の駅があって、蒸気機関車が走ってるんだ。だからとってもすごいんだ。ほう。だからとってもすごい。この町にはいろんな人がいるのよ。ここだけの話だけど、山田もっちゃんは知ってるわよね。知ってるけど。山田もっとちゃんって、なぜかいつもフルネームで呼んじゃうの。不思議よね。確かに。まあ、でもなんかそんな感じで呼んでしまう人っておるよね。なんとなく不思議な呼び方で呼んでしまう人はおる気がする。さあ、もっとちゃんはこっちに。だいた。二人はお友達なのかしら。恐竜がやってきたけど、あまり怖くないやつでよかったね。お姉さんこう見えても怖がりなのよ。天井の木目が気になって眠れなくなるタイプ。天井の木目気にしたことないや。よろしくな、ジロー。なんか使いにくいガキンチョだな。ガキンチョ。一応こっからお買い物はできるんでしたっけ？よりどりみどり、どれにする？ね、向こうからでっかい声で言ってきようよね、これ。しちゃこびを。そうよ。なんか普通にさ、他のゲームみたいな感覚で買おうと思ったけど、めちゃくちゃ必死で貯めんかったらお金全然たまらんやん。やばくない？ちょっと。これでいい？お、チョコビ1個買うよ。こりゃ掘り出し物を買ったね。掘り出し物。前通り。そうそう、しんのすけ。簡単なお手伝いをやってみない？あ、掲示板のやつやろ？知ってるよ。よろしく。イルミネーションとか今まであったっけ？なんか今初めて気づいたような気がするんやけど。なんか渡せそうなもの。しんのすけ！小ゴミいけるんじゃない？俺らこれにするぞ！小ゴミかける2。サンキュー！小ゴミいっぱい持っとった気がする。お小遣い合計20円をもらった。ってことはまあ、チョコビが80円で買えたみたいな感じかな。うちの店がそこら辺で採れる山菜を使ってるのは100年前からの流儀なの。ではしんのすけ、がっつり期待してるよ。100年前から。まあ、進化してないといえば、そういう。な、何？はっ！おや？工事中の通行止めがなくなっているようですね。恐竜が通って壊したのかな？どんどん行ける場所が増えていく。ぐるっと回って同じ場所なんかな。わからんけど。ふふい。この辺は。しんのすけ殿。まだやね。ありえない。何？何何？どうした？これはうちの店で使うスパイスやハーブの仕入れ状況でござる。これらを持ってきてくれたらお小遣いを渡すでござる。よし何。ではしんのすけ殿、必ず戻ってこられよ。自分で調達しろよ。
信じられないじゃなくて、まあ、向こうの通りはまた明るくなってきたら行こうかな。今行ってもなんか途中で連れ戻されそうな気がする。ほら、あの牛さんたちの餌が減ってしまったのでは、鳥分あれ、なんか頭ちゃんおらんね。どこ行ったんやろ。お、ちょうどいいぐらいの時間じゃないっすか、戻ってくるには。体の長さが人の帰ってきました。しんのすけはそろそろ眠くなってきたようです。今日の絵日記、バイカモの小道。綺麗な花のなんとかが水の中に咲いていた。なんとか綺麗な花のなんとかが水の中で揺れていた。まるで歌を歌っているみたい。お、なんか詩的な表現だね。よしこの農園を見つけたよ。前の日から見つけてたんだけどねお近づきになれるチャンス。古代からの伝承、最新の科学。悪の博士の研究は伝承と最新科学で発明を作ること。伝承と最新科学とおにぎりを食べること。やっぱおにぎりが好きやけん、まさやくんの頭のことも好きなんやね土壌、口から吸って腸で呼吸、おならが出そうで心配だ。心配するな、そんなこと。毎日1000キロ食べる。恐竜はとにかくたくさん食べるんだ。1000キロって何キログラム ?1000 キログラムだよ。ロボット大好き、まさやくん。バトル用ロボはなんだか楽しそうだな。いいね、絶対男の子好きそうな感じやん。おにぎりに似てるけど、おにぎりって言わないよ。だって自分から言ってきたもんね。初めての恐竜バトルをやってみる。やってみれてないんだけどな。ジローの地下倉庫。あ、あそこジローさんのとこな。なるほどね、そこの裏ってことか。じゃあ別に怖いとかなんもないか。うまく勝てるかわからない。じゃあちゃんとカードを集めなければ。おとなしく寝るのよ。おやすみなさい。おやすみなさい。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。てかいろんなことがありすぎてさ、この新聞の記事届けに行ってないけど結構溜まっとるよね、きっといい記事が書けるんじゃなかろうか。